はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、皆さんの興味がないね、プレイステーションのグランツーリスモ7ね、まあ再延期がね全くないとは言えないね。ああ重大なバグが見つかったっていうね、早期プレイのねユーザーからの報告によって、うわーこれはダメだ撤収だってね、まだなるかもしれないね。でそれかバグ祭り、どっちがいいのって感じなんだよね。でまあビッグタイトルなんで、まあ、あの RPG と同じように、まあ、通常よりは早めにね、あの店舗の方に行って、まあ、あの出荷ね、いろんなところが予約いっぱい取ってるだろうから、まあ、早めにちょっとこうパーンって行くよね。まあ、スーパーファミコン時代とかああいう時も早いビッグタイトル1週間ぐらい前にね、行くとか、あとは10日ぐらい前とか、そういう情報もあったよね昔はね。なので今日は22日、もう日付が変わると23日になるのでね、だからもう10日ぐらいか、あとね10日ぐらい、だらもうちょっとしたら大きい店舗のところにはもうどんどんね入ってく準備があるのかなっていうね。あといろんなお店ではね、もうあの発送の準備、物が来たらもうスポーンって入れて、ピュスポーンピュスポーンピュってやるように、ヤマト運輸とか佐川のね、コンピューターでね、どんどん、荷物番号をリンクして作って、でもうペッペッペッってもうみんな荷物番号ができてて、だから入れたらね渡すだけっていう、まあ、そういう状態になっていくんだろうね。まあ、Amazon で予約した方は大体発売日の翌々日ぐらいに来るとして、で、まあ、おじいの期待としては、早期プレイ組が、なんだこれ、ちゃんとテストしてないのっていうようなね、そんなのが見つかって、でリコール、ね、回収騒ぎになってて、過去にもね、なんかギリギリのギリギリになってっていうのがね、なんかあったような気がするけどね、いつの時代かな。だから本当ね、最後の最後までわからないね。であと実際に発売直後に本当中止になって、で返してくれればね返金対応しますとか、そういうのもあったよね。であとなんかバグの交換とかもあったね。フォーミュラワンとかあれもそうだよね。初期のやつが最初発売日とともに買ったのがなんかバグありだからなからね。でそのディスクだけを交換してくれて、おじいもやってもらったよ、ディスクだけ交換ね、ディスクだけ送られてくる交換なんだよ。だから届いたらその返却用のやつ入れて送り返しねっていうねそういうのがあったよね。だから昔からこういうのがあるんで、そのグランツーリスももうね、まあわずかな期待としてはね、まあ土壇場になってね、あやっぱだね回収ね再延期だ、ダウンロード組はね早期プレイ組は手に入っても遊べなくなっちゃうとかね、まあそういうこともありえる。でもグランツーリスモのパターンから言うと、まあもともと完成して売らないのがグランツーリスモなんでね、あもうバグの50個や100個は当たり前って感じで、で実際にね、購入者がプレイしてなんでこうなるみたいな感じで、で重大なバグ、まあその前にシャットしてサーバーパンクするよね毎回ね、分かっているのにサーバーがつながらないパンクするね、もうこれなんだよね。でなんでそこの対策しないのっていうのが毎回行われる。だ実際に発売日に手に入ったとしても実際に遊べねえとかねあるんだよ、セーブができねえとか、まあそこら辺はもうグランツーリスモスポーツでね十分にお分かりいただいた方が多いと思うけどね、まあ皆さんとしてはその重大なバグが見つかったらね、一回回収になって、でもう一回再延期になるね、いやだこれ返したくないっつってね、でも今オンラインで、ね、何でもかんでもあってるから、その返さなくても遊ばせてもらえないで、
例えばさ、まあ、ダウンロード版は全部ダウンロードだけども、じゃあ円盤を持ってても、円盤ってあのこの中に全部のプログラムが入ってないから、だからその認証用なだけじゃん結局今のゲームって。だからさ、それを持ってたとしても残りをダウンロードしたければ遊べないわけなんだよね、円盤だけあっても。だから何も意味がないんだよね結局。だ今のやつはオンラインで下がってる以上、あの返しても返さなくても遊べねえねっていうのも、まあ、これまたね現代のあれなんでね、だどう違いのかなと思うよね。再延期してある程度バグが少なくなったものをちゃんと出してもらった方がいいのか、それでもまあそれが恒例だから、まあ、それがなきゃグランツじゃないよっていう今までの歴史があるわけなんだよね。ちゃんとしたちゃんとある程度まで完成したり、まあ不具合とかバグとかっていうのはもうないものはないんだけども、でもグランツの場合ってすごくこれぐらい分かるでしょうみたいな、そういうのが結構あるんでね。なのでね、まあ、どっちがいいのかなっていうので、結局最初に飛びついた人が高い値段を買ってやきもきして、で調整したんだ、話してたこうなっちゃったって、ね、後から遊んだ人はその調整後のやつしか知らないから、ああっていう気持ちは全くないんだよね。だから最初の、だからその最初の美味しかった時に、まあ、美味しい状態でいろいろグニャグニャできるの、そこのところに価値があるんだっつって、やっぱ早くやりたい人もいるだろうし、でもただ今のってインストールして遊べるのに、とりあえずオンラインに繋がんなければお話にならない話なんで、ね、シーブもできないのかよみたいになっちゃうんでね。だから結局ちゃんと遊べるようになるのが数日後なんだったら、じゃあ予約して発売に来た意味がねえじゃんってこうなるわけなんだよね。だからね、どこまで行っても信頼がないグランツーリスモだったんで、今まで過去を振り返ってみてね、なので、どうなんだろうね。でグランツーリスモはね、レイトレーシングだっけね、もう山内さんが言ってたようにプレイ画面ではできないよっていうね、写真をね、写真とかあとリプレイの時にこの光の計算でわーってね、おー本物っぽいみたいな、そういうのは楽しめるけど、でもおじいみたいにねリプレイを一切見ない人とか、写真撮ってね壁紙にする趣味がないっていう人はプレイステーション5を買ったとしても全く恩恵がないんだよね本当ね。あとこれを見てくれ、これすげえだろうみたいな、だそっちを遊びたいんだったらやっぱりフォルサだよ。パソコンの方でね、グラボそこそこのやつくっついてれば、もうゴロゴロね、レイトレーシング使ったものがビルンビルン遊べるんで、ね、だからやっぱプレステ5ではやっぱどこまで行っても能力不足なんで、プレイ画面ではそれは実現しないんでね。それから、まあ、もっと軽いもの、軽いゲームでないと多分できないと思うんで、まあ、結局デモとかああいうムービーとかでね、わあ綺麗な絵だね、現実みたいみたいな、あれを見て喜ぶのが、まあ、グランツーリスモだ。プレイ画面よりもリプレイとか写真とか毎回入れ替わるムービーではね、そこのところを楽しむのがグランツーリスモ、全体的にその雰囲気とか世界観とかね、洗車をしたりとかね、汚れたねとかね、そういうのを楽しむ、カーライフを楽しむのがグランツーリスモなんで、まあ、その走るのを楽しむゲームではないって言われちゃったんだよね本当に、全体的なだからっていうね。なので、まあ、本当ね、おじはてっきりグランツーリスモというとレースゲームだと思ったんで、ね、F1 マネジメントとか、ね、エアマネジメントみたいな、ああそっち系のそういう全体的なゲームかっていうのは今回初めて、ね、教えてもらったんで、あそうだったんだ、いやそれをちょっとおじいが勘違いしてたなと思ってね、そっか走って楽しむゲームじゃなかったんだと思って、そこを教えてもらったんですっげえ感謝なんだけどね。で、あとはね、もうあと残り10日なのに、それでも出てこないプレステ4版。で、プレステ5が手に入らないから、いや、4でいいんじゃね？
読み込みの人だけみたいな感じで、もうあのプレステ5とあの同じ時間で、まあ、一部のものを除いてはね、もうほとんど変わらないものを遊べると信じてやまない人たちはね、どっせーってまた炎上するんだろうね。いやそこが楽しみなんだよね、本当。PS4 版の映像がだ発売日に出てくるのか、まあ、ダウンロード、シリコン版ってプレステ4版も出てくるのかな、どうなんだろうね。だからプレステ4版の動画が出てきて、いや楽しみだよね、うん、解禁がもうちょっとね、いつだかの8時ね、うん、まあそんなわけで、ね、それを見て、予約した組がみたいな感じで、だんだんその到着までにがっかりがあって、でアマゾンでこれじゃって感じで、そのプレステ4版オンリーを予約した人たちが、まあ、キャンセル祭りね、あの受け取っちゃったらあの個人の都合でね、返金返品は受け付けませんよっていうゲームなんで、まあ、よっぽどそれを想定見越してのなんかあれなのかなっていうのもちょっとね、なんとなくこう見えちゃうんでね、いや大丈夫って感じするんだけどね、大丈夫なのかね、よいしょ、ね、どうなんでしょう。これがね、これがね、収録されてる映像は製品版とは異なる場合がありますってね、あれ書いてあるんだね。ぼー、まあ製品版と異なるかもしれないけどね、まあこういうムービーはね、こういうシーンではあの光が綺麗なんでしょう。こういうあのゲーム画面ではねえところ、こういうね、リプレイとか、こういうのではいろんな光のあれがあってね、これはゲーム画面かな、今だね。なんかさ、すげえギャップがねえ、なんか、ほら、なんか、ムービーだとかさ、ああいうリプレイとか、ああいうのと比べて、なんか急にしょぼーって感じしない、なんかこのギャップね。だからまあ瞬間的にパッて隠すけども、まあリプレイの時のな、ね、リプレイの時の視点とはまた違うと思うけど、プレイ画面っていうのはやっぱりあれなんだろうね、うん、やっぱり一瞬しか見せれねえような内容なのかもしれないね。これもでプレイ画面じゃないからね、うん、まあ、あとあのほらあの車庫とかね、そういうところもちゃんとあの光のあれがレーザーレーシングがね効いてるっていうからね、いやー楽しみなんだろうねきっとね。はい、そんなわけでね、もう日付変わっちゃうからやめとこうからね、まあ最遠期とバグマッシュリーどっちがいいんだろうね、どっちがいいんだろうね。でも再延期するよりはバグ祭りを楽しみたいものなんだろうねきっとね、まあ、それがなければグランツではないっていうね。はい、そんなわけで終わりだと思います。